メトロポリタンプラザは東京都豊島区の池袋駅西口にある複合ショッピングビル。建物としての正式名称はメトロポリタンプラザビル。芝浦工業大学高等学校跡地の再開発によって建設された地上22階、地下4階建ての建物で地下1階から10階のショッピングセンター部分がルミネ池袋と東武プラザ間になって 11階以上のオフィスタワーからなる。地下1階及び3から7階で東部百貨店と直結している。東部プラザ館を含めないルミネ池袋だけの売り場面積は19608平方メートルである。1992年6月に東部百貨店の増床とともにメトロポリタンプラザとして開業。2010年4月から 地下1階から10階のファッションフロアがルミネ池袋に解消している。女性ファッションやコスメの流行発信基地と言われており、B1 階から6階は主に若い女性向けのファッションフロアで構成されている。レストラン街や映画館、レンタル会議室などもある。11階から21階はオフィス棟になっている。1992年6月のメトロポリタンプラザ開業時には、 池袋ターミナルビル株式会社が運営会社であった。2004年4月に池袋ターミナルビル株式会社が会社分割を行い、新設の池袋ターミナルビル株式会社に運営が移った。2010年4月1日にショッピングセンター部分の運営会社を JR 東日本グループの株式会社ルミネに移管し、ショッピングセンターがルミネ池袋に改名された。 メトロポリタンプラザ全体の管理運営も株式会社 JR 東日本ビルディングに継承される。B1 階から6階のほとんどは若い女性向けの様々なファッションや雑貨、ブランド店で占められている。7階から8階は、和、洋、中やエスニック、カフェなど24店舗が集まるレストラン街と映画館、シネリーブル、池袋などがある。 11階から21階はオフィスで構成されている。12階にはレンタル会議室が4室設置されている。池袋駅メトロポリタン口エスカレーターや海岸で地上と地下を昇降できる広場はメトロポリタン口と呼ばれ待ち合わせのメッカになっている。地下部分には噴水があったが現在は撤去されている。東部百貨店食品街。 東京メトロ、有楽町線改札口、アスラ池袋へも直結している。地下3階地下4階は、駐車場、プラザ駐車場となっている。ABCD、メトロポリタンプラザースオープン。交通新聞、P2ABE、メトロポリタンプラザビル。工事実績、大林組。2015年1月8日閲覧。 メトロポリタンプラザからの発表、JR 東日本グループ事業の再編についてのお知らせ JR 東日本プレスリリース。ありがとうございます。